かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところと、そして今五稜の一つオルブスカラグリアを治めるのは火のマスターコアを持つ無常なスピエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を課され続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。やれ。何をしている。もっと力を込めろ。しつき。鉄仮面。貴様。俺が。奴隷同士、傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。チェ、さっさと行け。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。鉄仮面、傷が…どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前か。すまない、毒。謝るくらいなら最初からするな、俺。
相変わらず何も思い出せんままか。ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。難儀なやつだ。どれ。痛みを感じないと言っても傷はしっかり負うし骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はモッドだ。奴隷の死体なぞここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰にわかるものか。わしに言えるのはこの300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてとこれでいい。傷が開かんようしばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。戻るか。俺は奴隷だ。みんなと同じく。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって。何度持ち主が変わったのかわからない寝床。今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。またレナのための労働の一日が始まる。逃れられないのか。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。いたぞ、ジルファ。
まだ見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんな、いきなり言われてもなあ。あんたは？あそこだ！待て！出して！え？いいから早く！動くな！こいつ手間かけさせやがって。らしくすれやいたいことは。うわ！見損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブスカラグリアスルドエルウォルゼ教、いやビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり。過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった御身だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。